次は店員と吉尾で、店員は4連戦連戦で、じゃあ場所決めちゃってくださいな。武士道というものある。さあ場所は同じところを選ぶ。決が渡る。さあこれね、これ53ね、かなり相手には失礼ですけど、トーナメント表が運がいいとしか思えないんですよこれ。そう歌舞伎さっきからもう甘えてましたね。さあこれね、これもかなりいけますよ。ちゃんと立ち回りましょう。さあ有利、さあ演者有利来ました。さあ演者有利です、演者有利ですね。実はバシリスらしいですね。さあこれとりあえず守りの固い歌舞伎は演者を近寄らせたくない。さあ剣気がなくなってる。さあおっとしゃがないで落としていく、テクイおしゃれ。さあしゃがないでダッシュないで位置関係で負けてる。さあ演者といえば場所はどこだったかな。さあ 2A を差し込んでゲームを変えていく。さあ 2A をこすって爆死式無理、これ減る。さあファイヤー、ファイヤーを出させずにそのまま OG、 体力的にはまだ歌舞伎が良いか。さあ演者追いかり、さあ冬打ちはスカル。さあタッシーから投げて追い打ち。さあ時間がない。さあここは逃げ越して投げに行く、歌舞伎が体力をリードした。さあ逃げ越して近寄らせない。おっとしゃがられなかったか、ここは不意地なぜか誘ってしまった。思い切り EA が起き上がりにバッチリ重なっていて、なんか動いたところに刺さって、まさかの歌舞伎が一本。さあここでさあ頑張ってる、こすって弾く音がこだまするけども、さあここでエンジャー意外にこういうくだらないことがかなり強力、近寄れないですね。さあくだらないぞ。さあ静かな、はい、ストップファイヤー、これ飛びを読んだのか。さあバックステレガメ押し。さあここで大内まで入って体力がリードされてしまう。いやリードしてねえ。おっと投げ見てた、バックステガマ追い打ちは入れない、ビビっちゃった。さあなぜか連続ガードになってないからね、このゲームは連続ガードにならないので途中で暴れちゃうと刺さっちゃうんですね。さあ 甘えたところに火を出しまくって大幅リード。これはこれは何か頑張ることができるか、エンジャー。さあお怒り、端から感じるお怒り。さあ投げて、この追い打ちが入りますね。はい、さあここでどう出る、追い打ち久しぶりに見たぞ。あーかーって、ここでここで怒っちゃうとソーロープレイはかなり危ないんじゃないか。さあ削り切った、まさかまさかのまさかのカオスブレイカーの、吉尾さんが勝利ですね。さあ誰だ歌舞伎がフリーとか言ったやつは。次は Y と吉尾で優勝決定戦、もう優勝決定戦ですか、早いですね。はい、ありましたそんなものも。全員です。はい、それでは優勝決定戦といきましょうか。はい、4人指導というもの。さあ、Y VS 吉尾、さこちゃんのじゃんけんお願いします。決が大当たり、極めんとするは剣の道。さあさあさあ、ギャラリーからここで、吉尾が勝ったら世界ランク1位ということらしいが、いぞ尋常に世界ランクへの一歩を踏みしめるのか吉尾京志郎。さあそれを阻止するべく立ち上がったのはわーいわーい。さあ大切りが刺さって、このリードを大切に守りたがっている吉尾だが、あとザムが前転が漏れてそこを投げられてしまった。さあダッシュ B 出して、さあ見えていない、さあコパンも当たらない。さあ
投げられるだが、なおもリードを守っているのは京志郎側、しかし雷雨空対空失敗よしよしかも地獄も呼ばれている。さあ近距離大切りで各班でまず一本選手のワイスマル勝負。さあ4名さあまずさあ不意色があるして各班の中切り当てたはいいがここで延滞をもらってしまう。さあダッシュ中切りこれは見えていますと。さあ空対空も判定が強かったかそれとも発生が早かったか静まる大切りが刺さる。ここはさあ暗い角の連鎖通信。さあ投げた無理やり投げていってさあ残り体力投げが一発ちょいか。さあここでさあどうするか強襲ゲージに差し掛かっているか次のラウンドまで取っていきたいところ。いっけーいっけー投げられたさあ残り体力が厳しいところまで来てしまったが残り体力時間が10秒切った。なんかあったおっと回転局部これは追いついた。さあゲージを使用してさあ辛くも1本を取り返したが教師ゲージもたっぷり怒りゲージもまだまだ残っている。静まる側が有利なことは変わりはない。さあここからどうやって追いつに行くかよしをそれともこのまま封鎖するかい。わーいさあジャンプ大切りをなあと投げすかしたがしっかり投げた。大津波は当たらずに傘は当たった。さあ、おーっとーさあ、えい、どうだ。おーっと、ジャンプ、しゃが台を見切っていたが。さあ、残り体力中切り一発分程度、これは厳しい。ああ勝負あり。いやこのゲームどうしようしむずい。ごめんなさい。マジむずい。そう、まあそれどちらにしても最後は着信後の演奏通信で狩られて終了ですかね。はい、というわけで日本第一本で勝ったのはワイが勝つ。ええラスボス、あっとここで最強の男が現る。はい、とりあえず、本戦優勝したのはですね、Y の静丸なんですが、ここで一人ラスボスが逃走したということで。ケツが大当たり。なるほど。顔ぶれ界一番の男が来ました。はい。はい、同じ武器格ゲーとしてサムライズは負けちゃいられないということですね、これ。というわけで、サムライ界を代表する Y さんには顔ぶれ1位の人と出会ってもらいます。これですね、一応顔ぶれ勢の人ですね、アウェーなんで、これホームである Y さん負けたらこれ言い訳できませんよ。さあそれではエキシビジョンマッチ、ワンチャン取れますね。じゃあやってもらいましょう。サムライスピリッツゼロスペシャル。さあわさあ 1P 側を座るのはさあ見事本戦勝ち進んだ、サムライ界最強の男 Y で 2P 側に座るのは謎の顔ぶれナンバーワン。さあ塩キャラはスイジャ。なるほど、なかなかファンタジーのキャラを使う。勝負さあ、それさあ顔ぶれが顔ぶれがマイゲームと言っていたが、それなりにサバを伸びてたが、さあそれなりに動けてるじゃんと言おうとしたわけ。先に登りジャンプへ。さあ何かネタはないのかと。さあ会場から煽られる。さあ相模中継が刺さった。しかし残り時間半分を過ぎて体力は Y が有利。
食らったと同時に開いた後、前もって食らうのが分かっていたみたいな言い方ですね。でもカウンター表示出てませんでした。はい、上り昇月はこの上り昇月はどっかで見たことがある。勝負さあ、これは千葉名物上り昇月さあ、少なくともこの謎の顔ぶれプレイヤーが千葉県民だってことが分かりました。4段さあ、投げを読んで4段刺した。京介芸人刺したかったが、怒り時間が長いだけにもうちょっと粘りたいが、さあ 4D を4段超絶ガード、しかしまだ残っている、残っているが、エーサスについて削り殺し。勝負の世界は常に非常なのだよ。真っ二つにされました。さあ、顔ぶれ界の神は真っ二つになった。むしろ二人に増えたぞ。さあ、世に覇者は一人。というわけで、さあ、見事プレッシャーを跳ねのけて、本戦優勝の意地を見せた Y が勝利いたしました。おめでとうございます。はい、それではですね、表彰式に参ります。はい、今回、優勝されましたですね、Y さんには、優勝商品の方が、用意されております。あっ、何 Y が言えない。 Y はどこへ。さあ、ワイは家帰って熱帯をやってると言います。これいいんですか、熱帯とか。何の熱帯とは言ってませんね。あ、スマホ、ワンチャンスマホですね、これ。あれ、ワイさんいらっしゃいませんか。サムライスピリッツ MVP はまだ後にやります。じゃあ MVP はですね、どうしましょうか。チャーリーキックもなかなか捨てがたかったんですけど、いきましょうか。それで優勝されました。はい、バイさん、こちらサムライスピリッツ0スペシャル、優勝者用封筒の中に商品が入ってます。中身はキーホルダーですね。はい、はい、森の妖精、はい、だらしねえという戒めの心。さあ、だらしねえ、なんか心当たりありませんか。どこを見ておる。人生だらしなくてすいません。一本。さあ、リアルでちょっと自信になってしまったでしょうか。さあ、戒めの心を。はい、お家に帰るまでが、はい、サムです。はい、あ、すいません、さらにもう一つ商品がつきました。はい、オトメディウスフィギュアです。はい、でですね、透明なビニール袋、あ、5階のカウンターにで、あ、5階にはないか。あ、残念、ないですね。残念ながら半透明の袋はございません。申し訳ございません。で、あとですね、こちら、今回大会参加されました大樹さんより、こちらですね、ご寄付がありました、UDX の抽選会を受けたらナルトのタンブラーが当たったらしいんで。あ、くつえー、あ、言ってしまった。さあ、どんどんどうでもいいのが溜まっていきます。おめでとうございます。はい、で本日はですね、ゼロスペ大会 MVP の、決めたいと思うんですが、皆さんなんか MVP にこれはいい戦いを見せてくれたっていうプレイヤーいますでしょうか。別に最初の方で敗れてしまった人も含めていいんで。剣の道。いや、さすがにそれはないわ。斧なる名門、刃に死ぬ我は修羅の道行く。タック遅れてきてるのか、もっと嫌なものを送りたいですね、それは。
じゃあ2名選手でしょ。じゃあワンツーフィニッシュで、顔ブレゼでいきましょう。まず吉尾さん、吉尾さんですね、とりあえずお互い我慢出しますって言いながら思いっきり約束を破ったってことで、まずで、その後一応2本目ですね、さっきはごめんねって言って我慢を出しましたが、あれ確実に不意打ちですこれはマジで許しちゃおけません。というわけで MVP まず1人目は、吉尾さんです。というわけでマスクをあげましょう。いざ尋常に1本目。はい、マスク4種類出してあげてください。はい、こちらマチュク、マチュクという、こちらですね。はい、こちらマスクの中にキャラクターが描かれていまして、はい、でこれ一応4キャラ、はい、4キャラ選べる、4キャラ、セーラー服、ショートカットとか、これなんですか、巫女さんですね。あと猫耳つけたメイドさんとか、キャバ嬢。さあ、まず MVP1 人目の、吉尾さん、どれを、他にあると言ったら、オトメデュースフィギュアとか、マージャンアートグラフ、そうです。猫耳で、はい、吉尾さん、猫耳をお持ち帰りいただきまして、ありがとうございます。あれ？嘘？いや、ないわ。はい、つけてください。はい、じゃあ、その前にはい、で、もう一人 MVP 二人目ですね。突然現れた謎の顔ぶるぜ。はい、謎の顔ぶるぜの方、残りの3キャラの中からお選びください。これですね、実は表にキャラクターをつけてもいいんですけど、逆に内側にキャラクターをつけてもいいんです。いわゆるあれですね、アルティメットマチックですね。はい。はい、そうですね。はい、顔ぶれナンバーワンは選んだのはキャバ嬢ですね。はい、はい、キャバ嬢なしです。はい、キャバ嬢マスクゲットおめでとうございます。地山の越え、ケツが大渡り。はい、というわけでですね、今大会は、合計13名の方に集まっていただきました。ありがとうございました。で優勝したのは Y の、シズアルですね。我は、はい、おっと、早くマスクで盛り上がってますが、ちょっと写真を撮りたいんですけど、またそれは後でお願いいたします。はい、ですね、今回と3年ぶり、約3年ぶりぐらいにタワーで、ゼロスペ大会ですね、開かせていただいたんですが、すごい楽しかったです。なんていうか、みんないろいろなまってますね。スペシャル、みんなあるあるっていうのが多かったような気がします。中には何もできなくて倒れていったプレイヤーもいますが、はい、まあ、とりあえず楽しんでいただけたらなと思います。はい、それではですね、これをもちまして、裏投撃、第2種目サムライスピリッツゼロスペシャル、大会、こちらの方を終了させていただきます。皆さんありがとうございました。はい、こちらの動画ですが、実況付きで多分ニコニコに上がると思います。おやおはい、で、それっぽい名前にしてきた人、した人は、お覚悟ください。よろしくお願いします。終了